はようございます。 JP ゴルフクラブフィッティングスタジオにやってきました。僕がここになぜやってきたかというと、この前美穂ちゃんの、ドライバーを作るぞって形で出てくれた、ドラコンの山崎さんが絶対に曲がらないドライバーを作ったっていうか、絶対にスライスしないドライバーを作ったと言ってくれて、大絶賛スライス活動中の、僕でも曲がらないのかどうかっていうのを確かめにやってきました。それでは行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。山崎です。よろしくお願いします。お願いします。これ J ビームの本社。はい、J ビームの本社で、2階は普通にあの出荷業務とか製造だとかその、設計などをしている感じ。下は、お客さんが来ても打てる場所を作ろうということでフィッティングルームと。フィッティングルームもやっている。はい、 J ビームのホームページから、メールで予約してもらえば、おう、はい、フィッティングもできますし、いらっしゃる。はい、僕がフィッティングすることも多いです。へえ、はい、すごい。これ歴代の J ビーム。そうですね、今ここにあるのはキャディバッグで、ここにあるヘッドは全部今まで J ビームで作ってきた過去の名機から始まって。へえ、かっこいい。はい、各日本全国の工房さんでお客さんのシャフトを決めて、ヘッドもパーツで決めてっていうコンビネーションで売ってるんですけど、アイアンは結構気に入られてる方多いです。かっこいい。パーシモンの頃から会長さんはこう削ってパーシモン作ってた商品。そうなんですか。はい、そこからメタルに流れてチタンの小さいやつをヒカルっていう名前で作ったんですよ。はい、それがまあデパートとかですごい売れた時からのやつなので、一番最初に多分最軽量で作ったのは J ビームじゃないか。結構チャレンジングなんですね。そうですね、だから長尺化っていうのも20年くらい前に今の社長がチャレンジしてて、48インチくらいのドライバーをいきなり作って売ってみたりとか、まあ、飛ばしっていうことに社長がすごいこだわっているので、そこをすごいやってますね。今日なんですけど、はい、この大絶賛スライスをする僕ですら、スライスさせないドライバーを作ったっていう、はい、あ、もうあるんですね。あります。このゴルフウェアにあったやつ。そうです、ゴルフウェアで打っていただいた Z99。やっとこれが製品として、もう R&N はもうとっくに通ってたんですが、うん、一般の人たちに合うようにということでロフトが少し寝ていたり、はい、いろんなバージョンが、ついこの間発売開始になりました。特徴とか。特徴は、うん、このヒールのこの辺りにすごいボリュームを持たせて、球がこう右に抜けにくくしてあります。でちょっとディープなんですけど、ロースピン設計、まあうちのヘッド全般的に言えることはロースピンで飛ばそう。なのでスライサーの人ってどうしてもスピンが多くなってしまって右に抜けた時にすごいスライスしてしまう。なので比較的うちが売れている理由っていうのはスライサーの人に喜ばれると。まあもちろんフッカーの人が使えるクラブも作ってるんですが、やはり一般の方 70%、はい、70% スライサーなので、はい、よくチーピン打っちゃうんだよっていう人も、はい、右行くのが嫌で、はい、右に飛んじゃうのが嫌でこう手を使ってチーピン打たれる方が結構多いです、うん、なので結局捕まるクラブを使うと ゆったり打って安心して打てるので、そのチーピン打てた人も治るっていう現象が結構多いです。左に打ちましたね。左なんだ。はい、今左に打ちました。だから多分 いつも捕まらないクラブで、そうやって捕まえてるんですよ、手を使って。今は左に出て左にフックしましたね、うん、右行っちゃうから捕まえようってスイングしているのを、右行っちゃうよじゃなくて、ただ気持ちよく振ってみたいと思います。それはこのヘッドの特性なので、好きに振っていいですね。はい、おー、ナイスショット。これナイスショットですか。ナイスショット。これでもまだ捕まってます。本当だ、スライスしないんですよ、いいですね。おー、ナイスショット。これは高さ出ましたね、はい、これでもでもちょっと、でも左にしか行かない。はい、ちょいドローなんですよ。だって外から入ってるようにしか思えてないんですよ。はい、外から入っている。結局クラブのトラックマンや、フライトスコープの復旧によって、球のスライス回転、フック回転っていうのはどうして起きるかっていうのがもうこの物理的に証明されたんです。はい、インパクトの時にフェースの向いてる方向に球を打ち出す、出される。でそこから
フェースが開いていることによってスライスしたりフックしたりするんですけど、その時にうちのヘッドの特徴はこう押すっていう設計なんです。なので球があまり高く余らないんです。なので甘めで少し選んでもらうと最適な戻りが入ると思います。謎の感覚に使い出してしばらくはいや俺左しか行かないのかっていう悩みに変わるかもしれない、うん、結構上からカット目に入りましたよね、うん、それでもまっすぐですけど振ってる方向に飛んでますそのまんま行ったってことですか。そうなんです。そのまんま左サイドヘッドなんですね。そうなんです。でシャフトのどちらか高弾性シートでフルレイノスで巻いてるんですけど、しなり戻りをすごい速くしたい。なので振ってきたことの自分のアクションに対して素直についてくるように作ったので、こうねじれたり余計な邪魔をしないようにシャフトの先端部分がものすごい強く作ったんですよ。はい、前側をここら辺を、はい、シャフトって結構元調子とか先調子とかってこう、はいはい、結構短いサイクルで言うんですけど、はい、まあ、僕はこれ作る時にその巻いてもらう工場にかなりわがままを言って本当に手元がちゃんとしなるようにしてくれって言って何回も何回も作り直して、その今のマーキングのあたりがどんより動くようにしたんです。こっちだ、はい、で先がこうバーッと動くのは簡単なんですけど、結局自分がアクションを起こさなくなってしまうので球飛ばないんですよね。しっかり体もこう胴体でこう動いてくれるように作りました。これってでも、はい、シャフトもそうですけど、はい、どっちかっていうとそのカット目に打ちがちな人とか、はい、当たる瞬間にフェースが開きがちな人向けに作ったわけではないですか。僕らものすごい思いっきり守りするじゃないですか、はいはい、その時にインサイドアウトに振るとか、はい、アッパーブローに振るとか、結局ガチな時ってそんなこと考えてられないんですよ。思いっきりパチッと当たってまっすぐ行ってくれたら一番飛ぶんですよ、はい、その時にぐちゃぐちゃいろいろやってられないんですよ、うんうん、振るしかない。そうか、でガチで振ったらどうなるかって、僕も野球経験者なのでガチで振ったら右飛ぶんですよ。うーん、その右飛んだのって飛ぶっていうじゃないですか。それがゾーンに入ったら飛ぶだろうっていうことで作りました。あ、守り用ってことですか。はい、そうなんです。思いっきり振ってみましょう。はい、行ってみてください。ドライバーはそのくらい振ってほしいです。おー、やっとちょっと右目に行ったじゃないですか、うん、これがスライスしないです。え、まっすぐ行った。ナイスショットです。おかしい。はい、ナイスショットです。やっぱ思い切り振ったらスピード出ましたね。ナイスショットしました。はー、まっすぐ行った。そうなんです。謎。これ普通に普通に打っちゃいますね。うわ、左。はい、やっぱ左。不思議なんです。スライスが打てない。すごい、本当にスライス出ない。はい、でやっぱりどうしてもスライスを止めようとするとこう偶数を効かして作っちゃうじゃないですか。でも構えにくいと思うんですよ、はい、なので見た感じ偶数入ってない。ナイスナイスナイス。はい、まっすぐなんですよ。偶数って要はこうフックカットとかフェースが左向いているようなグラブで、昔は捕まるような感じにしてたんです、はい、で最近うちのクラブはほとんどストレート。見えますこれは、はい、ストレートなんだけど捕まるっていうその設計のその部分ですよね。まあ、そこの細かいところはまあ女社長のその企業秘密的なところなんで。しかも当たってるところが変なところにないっていう、はい、大体今の振り方したらこことかこことか以前の中心の場所をいろいろするとその打点が ぶれるってことが多かったんですよ、はいはい、でもフェース絞り込むことによってそこに重心が集中すると比較的皆さんそこに当たるんです。なのででかくないと安心できないっていう、人いっぱいいたんですけど、こっちがね、はい、こっちが、はい、でかくないと当たらないとか心配だっていう人が多かったんですけど、打ってみて皆さんフィッティングくるじゃないですか。あれ当たるんだねってみんな言います。結局シャフトのツーダウンだったりいろんなことが重なって当たらないっていうことが多いので、うん、で逆に重心距離が長くて後ろがバックフェースが長いっていうものは後ろの重さを感じるので逆に振りにくいっていうのもあります、はい、だから曲がらずに安心して打てるけどヘッドスピード出ないのと打ってちょっと暴れたとしても10ヤード飛ぶのどっちがいいですかって2択作ってもらうんですお客さんに、うん、と俺は10ヤード飛ばしたいってみんな言いますから。分かります、うん、
ZY9。 はい、飛ばす、その僕がドラゴンネスターを飛ばすためにこう、本当に飛ばし屋を使うっていうので開発してたんですけど本当はそれだったのに。そうです、だから実際今度試合に使ってますけど。あ、これ使ってるんですか。はい、使ってます。今度はあのそれの7度とかちょっと立ったやつを使ってるんですけど、はい、一見見た目難しそうなんですけど、打つとみんななんか振りやすいです。右に行かない。ちょっとあのカット前提でお話しするんですけど、はい、なんかいただけるっておっしゃってたじゃないですか、はい、いやそれも嬉しいんですけど、ここフィッティングスタジオじゃないですか、はい、だから1名にプレゼントにした方が嬉しくないかなと思ってて。ああ、なるほどね、うん、全然大丈夫です。それありですか。はい、あり。フィッティングスタジオなので、1名様にここに来た方がいいですかね。ここに来た方が絶対来れる方、その人にフィッティング来れる方限定で1名様にプレゼント。そうそう、はい、それでもいいです。それやったら絶対インパクトあると思ったので、はい、あのお願いしてもいいですか。はい、全然大丈夫です。じゃあカットなしになりました。ありがとうございます、はい、ここに来れるからね。そうですね、であの、ま、フィッティング、はい、はい、します。まあ、別に来れるんだったら全国どこでもいいんで、はい、山崎さんが会ってくれてフィッティングしてくれます。結構自分で YouTube 始めてから、はい、北海道とか岐阜とか、はい、京都とかからわざわざ僕の YouTube 見ましたって言って来ます。ここにフィッティング来てくれるんですよ、はいはい、会社休んできましたとか、はい、僕がフィッティングしてもね、うちの会社の社長とか、まあ、その若手たちがフィッティングしても同じなんですけど、やっぱりその細かく見てほしい、山崎プロに見てほしいって言ってくれて、知ってる人にやってもらえる、まあ、ちょっと嬉しいですね、はいはい、そう言ってもらって来てもらうんで、はいはい、じゃあもうプレゼントしますので、はい、応募してください。すごいドライバーです。はい、ありがとうございます。スライスに悩んでる方、はい、はい、スライスに悩んでる方がいいですかね。満振りしたい人ですね。はい、満振りしたい。ドライバーは満振りだっていう。はい、ドライバーは満振りです。ドライバーは満振りだっていう。ドライバーは飛ばすためにあるじゃないですか。ドライバーを握る以上、スプーンよりドライバーの方が飛ぶから皆さんドライバー握るんですよ。プロゴルフはもう狭いところで飛ばハンディとかスプーンクリック打つじゃないですか、うん、だからドライバーはやっぱ振ってほしいんです、うん、その満振りするわけじゃないですけど、ちゃんと振って飛ぶドライバー見つけてほしいですね。一番飛ぶクラブ。ましょう。はい。はい、じゃあ以上です。ありがとうございます。